女優の橋本まなみ、39、が5日、バックドア六本木に、第3回スポニチポーカートーナメント、スポニチ主催、ボートレース江戸川、サミー、ミスティーの無料版、パラダイスシティ協賛の決勝最終日に向けて特訓に訪れた。橋本は第1回大会から特別参戦している。今日5日の練習では、強いハンドが入り絶好調、いいハンドがたくさん巡ってきて、すごく調子が良かった。この調子で決勝最終日も頑張りたい、と抱負を語った。決勝最終日は10月9日に行われる。